はいどうも、ヘビフロッグと申します。というわけで今回はこの山嵐の針を入手したので、山嵐のトゲがどれだけヤバいのか検証していきます。皆さん、山嵐という生物をご存知でしょうか？山嵐とは体に大量のトゲが生えたネズミの仲間です。体にトゲが生えたネズミと聞くとハリネズミを思い浮かべますよね。ただそのハリネズミよりもかなりえぐいトゲを持っています。もうここにあるんですが、これが山嵐のトゲです。見てもらったらわかる通りかなり鋭いです。山嵐のトゲをズームしているんですが、かなり鋭利です。これ以上はないくらい尖ってますね。そしてかなり鋭い上にこのように長いんですよね。このトゲで襲ってきた天敵から身を守ります。でさっき言った通り、ネズミの仲間で月種類の中で最もトゲが多い生物です。実は全ての毛がこのように鋭いわけではなくて、背中と脇と尻尾の部分にこの針が混ざっています。普段はこのトゲを寝かせているんですが、危険に遭遇すると威嚇のためにトゲを逆立てて天敵の方にトゲを向けます。犬の顔に大量に山嵐のトゲが刺さっている画像もありますよね。ちなみに一度抜けたトゲは生え変わります。というわけで今回はこの山嵐のトゲがどれだけ鋭いのか検証していきます。検証方法はいろんな食材にこの山嵐のトゲをぶっ刺してみるというものです。市販で売っている食材ですので、どれだけヤバいのかっていうのが伝わるはずです。というわけで早速やっていきましょう。よく観察してみると、この白い方よりもこの黒い方の方がかなり鋭くなってますね。というわけで今回はこの黒い方でぶっ刺します。というわけで最初はこれです。みかんを刺します。ちなみに大きさはこれくらいの柔らかいやつです。触ったらもうわかるんですが、これくらいなら簡単に貫通できそうです。というわけで早速刺してみましょう。ほらほら、刺さりました。かなり鋭いので簡単に刺すことができました。というわけで次はこれです。紙コップを刺します。かなりレベルアップしましたね。というわけでこの上から刺してみます。ほら、おお、簡単に刺すことができました。まだまだ全然余裕です。いくらでも刺すことができます。穴だらけになりました。鋭さだけではなくて意外と強度もありそうです。それでは次はこのリンゴを刺してみましょう。というわけで刺します。ほら、おお、やはり簡単に刺すことができました。それでは試しに貫通するか検証します。お、それなりに力は必要でしたが貫通させることができました。いやー、恐ろしいですね。山嵐の針がリンゴから出ています。それ簡単に抜けました。リンゴもいくらでも刺すことができます。それに気づいたんですが、このように刺して引き抜こうとすると刺された対象物もついてきます。山嵐の針は刺すと抜きづらくできているので、刺した状態で動かすことができます。これだと動物に一度刺して自分の毛を抜いてトゲを動物に刺したままにできますよね。人間だと手を器用に使って抜くことができるんですが、手を使えない犬なんかが刺されてしまうとかなり大変ですよね。青首大根に刺します。暗い、やはり簡単に刺すことができました。このメバルを用意しました。ほら、リンゴや大根以上に簡単に刺すことができました。ほら、貫通しています。この目の横の硬い部分も刺せますね。少しだけ先っぽが曲がってしまいました。ただ使い捨てのトゲでこの頑丈さはかなり恐ろしいです。それでは次はこの豚バラブロックにぶっ刺します。皮付きの豚の皮膚ですので、僕たち人間にどれくらい刺さるのかっていうのもわかります。というわけで早速刺しましょう。ほら、おお、魚とまではいかなかったんですが簡単に刺さりました。簡単に突き刺すことができます。これだと山嵐に勢いよく近づくと何本もの針を体にぶっ刺されますね。というわけで今回は山嵐の針の力を検証しました。特別硬い皮膚とかでなければ生物の皮膚は簡単に刺すことができます。というわけで皆さんも山嵐を見つけたら近寄らないようにしましょう。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。